皆さんこんにちは、ワンダリグリビジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続けやっていきたいと思います。ギレン総帥の1年戦争編にマフティをニューガンダムに乗せて介入させたベリーハード企画になっているんですが、ニューガンダム介入させてもかなり苦しく苦戦が続いているというプレイになっています。とはいえですね、前回サイド4まで戦線交代していた部分をなんとかですね、補給ポイント1、つまり地球に一番近い、拠点まで戦線を押し返すことができましたので、今回はですねその続きとして引き続きまずは地球上空を安定的に制圧できるようにプレイの方を進めていきたいというふうに思っています。一方連邦軍の方なんですが、これおそらくバーミンガムですね。ついにバーミンガムまで就航してきたなというところですね。さらにグレイファントムももう出てきているので、連邦軍はモビルスーツに加えて戦艦もかなり強いところまで開発進めてきたなという感じがします。我々はエルメスの、ね、開発を今待っているところなので、エルメスを今回戦線に投入できたらいいなというふうに考えています。では進めていきましょう。シャアも今はですね、ご覧いただいているようにビグロに乗ってるんですけど、これゆくゆくはビグロからエルメスに乗せ替えたいなーなんていうふうに思ってはいるので、チャンスが来たら乗せ替えていきたいというふうに思っています。ではここから少しさらに作戦を進めて、ルナ2を封鎖できるかどうか試してね、いきたいと思います。ルナ2をうまく封鎖することができれば、地球侵攻作戦も見えてくると思いますので、ルナ2の封鎖のために、続いてこの小惑星4、ここの制圧に入りたいと思います。ドロスももうここまで進んできてくれてます。ギレン閣下、提案があります。ニュータイプに限りなく近い動きを実現するエグザムシステムの開発にようやく目処がつきました。エグザム進めていたものが研究進みましたね。お金のあるうちにこれも予算投入しましょう。戦況の方なんですけども、ちょっと甘く見てましたね。この小惑星4を制圧しようと思っていたところですね、バーミンガムがとんでもない数出てきたので、ちょっと戦線を交代せざるを得なくなってきました。ビグロ部隊を投入してこのバーミンガムを押し返したいなというところですね。いやー、思ったより全然硬いな。ニューガンダムで抹殺することが多分できないと思うので、やっぱりビグロ部隊ですね。ビグロを投入してちょっと敵を食い止めましょう。いや、思ってたよりもはるかに連邦強いですね。まあ、ただ少しでも先にね戦況は進めたいので、そろそろ地球侵攻作戦としてですね、オデッサには部隊を降下させていく準備を始めていきたいというふうに思っています。まあ、そのためにもやっぱりここでねバーミンガムを食い止められるかどうかというところですかね。バーミンガムはどうしてもここで止めなきゃいけないので止めましょう。ではエルメスが完成してますので、これ作っていきましょう。エルメスは生産上限8なので、ギリギリまで作っていこうと思います。ただニュータイプの数との兼ね合いになるので、地上にもしねシャアとかニュータイプ下ろすようであればエルメスの生産数を調整したいと思います。いや、ちょっとシャレにならないぐらい強いのがこのバーミンガムだな。想定してたよりもはるかにバーミンガムが強いので、どうしようかな。ちょっとマフティの火力ではもう
制することができないところまで来ているので、やっぱりエルメスのマップ攻撃を複数個当てていくしか、ちょっとこのバーミンガムを仕留める手段がなさそうなので、バーミンガムを仕留めるためにですね、エルメスの量産を急ぎましょうか。では長らく時間かかりましたけども、ここで第一次降下作戦発動していきましょう。よかろう。長かったですね。地球侵攻作戦。この作戦はジオンにとって2つの意味を持っていた。地球侵攻による連邦政府への恫喝と地上の鉱物資源を確保することである。そのため大量の鉱物資源を埋蔵する中央アジア地域最初の目標に設定されたのであった。宇宙で圧倒的勝利を収めたジオン軍は地上制圧に向けた第一歩を踏み出そうとしていた。では早速部隊降下させていきましょう。第一陣としてザンジバル生産をしてきていたところが生きてきましたね。あとはザク2の攻撃型です。これは地上での適性もあるのでそのまま使えますね。ちなみにこのベリーハードだとですね、初手でオデッサに突入しても全滅させられたことが何度もあるので、この戦力でも不安はあるですけども、もうこれ以上ねちょっと待っていられないというところもありますからね、しっかり結果を出していきたいかなというふうに思っています。突入した部隊ですが、オデッサにほど近いこちらですね。敵の戦力見る限り部隊数6なので、まあ、いわゆるモビルスーツとか航空戦力はいなそうな感じはしてます。なのでそのままオデッサ制圧しちゃいましょう。ギレン閣下、お願いがあります。エグザムの研究を続けるためにはニュータイプの協力が必要です。ぜひ我が研究施設にニュータイプを派遣してください。お願いします。博士のニュータイプ派遣要求ですが、これは断ってマリオンニュータイプパイロットを手に入れておきましょう。ニュータイプがいなければエグザムの研究を続けることができません。ニュータイプは一人でも多く手に入れてエルメスに乗せます。研究を中断します。まずは地上侵攻作戦ですね。ここ進めていきましょう。ザンジバル投入します。これだけの数で侵入できればなんとかこのオデッサ取れるんじゃないかなというふうに期待をしていますので、まずはね地上での拠点オデッサを一つでも取っちゃいましょう。宇宙の方なんですけども、やっぱりねここに来てこのバーミンガムの硬さの前にかなり苦労させられているので、本来だったらこの後ですねマフティも地上に下ろして地上戦を戦ってもらいたかったなという思いはあるんですけども、一旦マフティはこの宇宙にとどまって主に敵のモビルスーツ狩りを行ってもらいたいと思います。本当にね硬いんですよねこのバーミンガムが。ではオデッサの攻略戦になります。エルメスは今前線に向けて派遣中なので、エルメス届き次第ですねニュータイプ、まあララーだったりクスコだったりあるいはクエスだったりっていったものは全部乗せ替えていきたいと思います。どうだろう、ここ全くいないな。なんか驚くほど敵の守りが薄いので、これは速攻で取りましょう。時間かけてるとここに敵の増援が入ってきてしまうことも考えられるので、そうなる前に倒しちゃいましょう。オデッサがこれだけあっさり取れるってなると
むちゃくちゃ大きいな。オデッサにね、今あまり使えていない地上用のモビルスーツを生産して、守りを固めて、ここからさらにね、広げていくっていうこともできますしね。第二次降下作戦の北米攻略作戦っていうことも、まあ、考えておくと、ここで生産をしておくのはいいかなと思います。敵防衛部隊沈黙。増援が送られている様子もありません。全軍に戦闘中止命令を出せ。オデッサ制圧は完了したと。了解。オデッサの制圧によってジオンは地上における初めての拠点を獲得した。この勝利はジオンにさらなる恩恵をもたらす。オデッサ周辺に埋蔵された鉱物資源である。これは国力の乏しいジオンにとってゼガヒでも抑えねばならないものであった。こうしてジオン軍は地上における最初の拠点とともに戦力拡大に向けた新たな力を手に入れたのである。開発部より新兵器の開発プランが提案されました、はい、だいぶ遅れましたが、ようやく地球侵攻作戦を始めることができました。その最初としてオデッサですね、これを取れましたので、次は北米攻略作戦になっていくと思うんですけども、その前にですね、やっぱり衛星軌道上安定的に支配したいので、まずここ小惑星4ですね、ここにビグザムをなんとか配置したいと思います。ビグザムここまで進んできているので、なんとか小惑星4にビグザムを配置して、ルナ2から発進してきた敵部隊をここの河川上でマップ兵器、大型メガ粒子砲で一掃していくというのを考えたいと思います。同じくですね、ここ補給ポイント3にビグザムを配置して、これもですね、ここの河川上に展開する敵部隊を大型メガ粒子砲マップ兵器で撃破していくというので、確立していきたいというふうに思っています。さらに北米攻略に備えてですね、ザンジバルは引き続き作って、地球侵攻用にドム、これの生産をしてザンジバルに乗せて北米に降下させていきたいというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていけたらいいかなというふうに思います。